皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの焼酎玉露のレビュー動画となります。で、中村で有名な中村酒造場さんのレギュラー焼酎となります。ではどんな感じなんでしょうか。レビュー行ってみたいと思います。その前にですね、すみません、これですね、最近買ったんですけど、爪口は結構古いですね。1年半ものぐらいですかね。なので実際に玉露がこういう感じの焼酎なのかどうかが判断しかねますが、とりあえずレビュー行ってみたいと思います。まず開栓時なんですけど、スーッとくるストレートな黄金千貫っぽい香りです。少しだけ麹由来のスモーキーさを感じます。ロックにしても香りは同様ですね。口に含むと軽やかな甘み、軽めの旨味、コク、黄金千貫らしい優しい芋そのものの風味、これはしっかりとした感じとレギュラー焼酎ならではの密度の薄さのバランスがいいと思います。レギュラー焼酎として非常に美味しいバランスですね。1対1の水割りにすると、優しい甘みに軽い旨味、コク、水割りのバランスもレギュラーらしい美味しさです。1対2のソーダ割りにすると、軽い苦味と酸味、軽い甘みと芋そのものの風味、焼酎3お湯7のお湯割りにすると、優しい甘みに優しい旨味、黄金千貫らしい優しい風味に少し香り高さもあります。これもとても美味しいですね。焼酎4お湯6のお湯割りにすると、この割合だとしっかりとした甘み、香り高さ、凝縮されたような甘みを強く感じますね。芋らしさと綺麗さが両立した感じでとても美味しいですね。全体的な印象なんですが、芋そのものの感じが出ていてとても美味しいですね。黒麹らしいコクもありまして、バランスもいいと思いました。かつですね、レギュラーらしいちょっと密度の薄さもあります。このですね、なんと言いますか、なんかバランス感というのはありそうでないんですよね。どちらかというと僕はなんとなく野中伝黒が思い浮かんだんですけど、かなり美味しいと思います。でこれがですね、このバランスとか、この雰囲気が、ちょっと詰め口が古いので製造直後の雰囲気かどうかがわからないんですけど、とりあえずこの1本飲んだ限りは劣化などはまず全然してないかなと。逆に美味しくなってる可能性はありますが、その辺なんとも言えないところですね。僕はですね、中村のレビュー動画でもちらっと言ったんですけど、ちょっとですね、中村って濃い感じで、温泉に例えれば強い温泉の源泉に入っているような感覚で、強すぎて個人的にはそこまで好きじゃない感じなんですけど、好きじゃないというとあれですけど、美味しいことは美味しいんですけど、すごい濃いっていう雰囲気もしないんですけど、なぜか強さを感じるような、そういうところがあるんですね。でもこちらに関してはやっぱりレギュラーらしい薄さがあるんで、僕はですねこれ好きですね。入手の方なんですけど、これはですね、おそらく特約店とかでなくてもいろんなところで売られている品かと思います。なので量販店などでは見かけたりしますが、一応ですね、一升しか売ってないとか、そういうことはよくありますね。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。